どうも皆さん、元気でしょうか。ビジネスではね、今日もね、もっとマチャンジやっていきたいと思います。イェイ。はい、ということでね、日記終わりましたね。です。なんだけどさ、ちょっと前にね、本当昨日かな、昨日ぐらいか、に、動画にね、コメントがあってね、いや、すげえさ、コメント、あんましてくれる人、あんまりいないからさ、すごい嬉しいんだけど。そこにね、なんだっけな、なんか、もっと本気で痩せないと再生数伸びないぞ、みたいなことをね、コメントで、送ってくれた方がいたんだけど、だから勘違いしてるかもしれないんだけどさ、別に俺痩せようと思ってやってるわけじゃなくて、ただ単にやってるだけなんだよね。やってることがね、100回100回100回で、ランニング10キロなんで、その筋肉もね、そんなにつかないんだよね。なんかまあ、一定みたいな感じ。今のままだとね、今のままだとっつうか。まあ、でも、ついてるけどね、ちょっとずつやっぱ、まあ、やらないようにやってるからさ、ついてはいるんだけど、そうだけど、なんかすげえさ、ゴリマッチョになるっていうわけでもないし、ね、そんなすげえさ、60キロぐらいのとかさ、ダンベルを、例えば5セット、10セットだったっけ、なんかやんだよね、1回で。なんかいろいろね、こっち側やって、こっち側やって、なんかその、筋肉もいっぱいあるでしょ、場所が。で、その場所をトレーニングできるように、例えば、こうやって持ち上げる、こうやって持ち上げるって、これだけで筋肉が使う場所が違くてさ、そういうことやんないと、綺麗に筋肉つかないのよ。そう、こっちだけずっとやってたら、ね、使ってる筋肉あるわけね。で、それがね、つかなかったりとかして、で、本当にね、やってる人たちはそういう風にやってるんですけど、まあ、俺は腕立て、腹筋、スクワットか、だけなんで、実際そんなにね、ムキムキにはね、ならないです。で、別に本当にね、痩せようと思ってないし、今自分の体型がね、デブだと思ってないの。普通に普通。いや、別にモデルになりたいと思ってないしさ、なんか動画で、こんなに痩せましたよみたいな感じで別にやりたいわけでもなくて、これ動画記録撮ってるのも、こう自分でやっぱ3年間やるってさ、筋トレ俺あんま好きじゃないから、最初始めたのがさ、筋トレをね、健康のためにやろうと思ってて、そう、で何やるってなった時にちょうどワンパンマン見てたから、で、あ、ワンパンマンいいな、3年間やるかっていうので、でやってて、だけどさ、やっぱしさ、俺嫌いだから筋トレが。だからやめちゃうと思うんだよね、一人でやってたら。だからなんかないかなと思って、まあ、これを始めたわけよ。そう。だから別に痩せたくてやってる、まあ、痩せたくてやってるっていうか、まあ、まあ、健康的になりたいからやってるだけかな。だからコメントでね、痩せないと再生数伸びないぞみたいなことが書いてあったんですけど、それは全然、再生数伸ばしたいと思ってないし、痩せたいとも思ってない。本当普通に、マイペースにやりたいだけなんで、そういうのは大丈夫です。まあなんもないです。別に痩せようと思ったらいいんだよね。なんなら身長伸ばしたいぐらいかな。でも筋トレって身長なんて伸びるわけないからさ。なんか教えてくれたらいいよね。いやさ、その人のコメントもさ、もう超意味わかんなくて。ま、なんか、痩せる気がないんだったら、なんだっけ、もう忘れちゃったわ。そんな見てないから。なんだっけ、痩せなきゃ再生数伸びないぞみたいな感じで書いてあってさ。なんか知んないけど俺怒られてんだよ。絶対話したこともない人なのにさ、なんで再生数、別に気にもしてないんだけど、ね。まあ、それは伸びた方がいいのかもしんないけどさ。ね。やってることがさ、こんなんじゃん。それ伸びるわけないじゃん。全然伸ばそうと思ってないしさ、本当に。ね、でもこれをね、やっぱし動画にとって、じゃあ3年間やりましたと。で、それでね、他の人にね、なんか、うわ、3年間ただやっただけかよ、みたいなこと言われても、俺はさ、3年間さ、ずっと続けてきたっていうさ、やっぱ、俺筋トレ苦手だから、そう。なんだけど、3年間続けられたってさ、相当じゃない？もう今2年間続けてんだけど、それってさ、俺からしたらすげえ成長なのよ。だから別にどうでもいいの、そういうコメントとか、まあ、ちょっとマイナスになるけどね、読んだら。なんでそんなこと言われなきゃいけないんだよってなるんだけど、俺はね、そう、ほんと筋トレ苦手で、多分10日間もね、無理。だと思うんだ。この動画やってなかったね。YouTube でこうアップしてなかったです。10日間も無理だった。だけど、YouTube でアップして、もうやろうってなって、今、何日目 ?700。何日目かでしょ？すげえじゃん。で、俺それはもう全然、何？自信っていうかさ、やっぱやればできるんだっていうか、ね、こういうことで、例えば、他のことでさ、自分でなんかあんまり、苦手だと。苦手なものがあるぞと。だけど、じゃあ YouTube にね、
YouTube じゃなくてもなんかこう発信して1ヶ月間頑張ろうってなったらさ、これからもできるわけじゃん。ね、それを分かれたっていうのが俺はプラスなわけよ。だから別にこれをねやってね痩せたいと思ってないし、再生数増やしたいとか増えるわけないから、こんなんで。そう、そんなんどうでもいいんだよ別にさ。そんな他人にさ、ね、他の人に心配されるようなことじゃないし、てか別に心配してとか言ってるわけでもないしさ、いや悩んでるんですって言ってるわけでもないのにさ、そんなコメントが来てね、どうしようって感じでした。だからあの全然本当に そんなこと一切もうみじんもね考えてないっすね。世代とも思ってないし、まあ、もうこれぐらいでいいわ本当に。でね、まあこれからねまたね、1年これね3年間だからあと1年続けてって、こっからねなんか、まあ、もしかしたら痩せるかもしれない。で筋肉がねいきなりすごい できるかもしれない、わかんないけど、それだったら別に嬉しいんですよ。ただそれを狙ってやってるわけじゃない。それになったらあラッキーだなぐらいでやってます、うん、ただ今はその痩せたい再生数欲しいじゃなくて、3年間しっかりとできるようにしたいなっていうふうに思ってるだけですってな感じなんで、超マイペースです。平和じゃん、それがいいんですよ。平和でしょ、こんなことやってさ超平和だよね。オリンピックもどうなるんでしょうねって感じだけど、俺は平和ですよ、うん、別にね何もない平和、仕事もはい、ということで、ね、写真撮ります。はい、キープします。はい、はい、ということで、筋トレました。いやね、筋トレ中考えたけど、まあ、コメントはね、ありがたいんで、本当ありがとうございました。はい。それから、今日も一日、頑張りましょう。明日ね、走りたいと思います。